私立イスクリア学園3時間目アイテム転生って何？はぁ、足が速くなりたい。どうしたんだキョンシー君、小学生のようなピュアな願い事をつぶやいていたが。うん、今度の体育祭リレーの選手に選ばれたんだけど、あんまり自信がないんだ。なるほどな。キョンシー君は走るときにキョンシー独特の走り方になるからな。そうなんだよ、頑張って早く走ろうと思ってるんだけど、ついついあの走り方になっちゃうんだ。なるほどな、わかった。そんなキョンシー君のために次の授業はディスガイアの装備について語っていこう。あれ、話聞いてました？安心したまえキョンシー君、この授業には足が速くなるヒントが隠されているのだ。本当？じゃあちゃんと聞くよ。いい心がけだ。それでは早速教科書を開くのだ。はい。アイテムを装備して能力を強化すれば戦闘を有利に進められる。ゲームといえばいろんなアイテムが登場するのも魅力だよね。ディスガイアもそうなんだ。そうだ、例えばこの舞妓さんキャラを例に見てみよう。駆け出し舞妓ってちょっと可愛い。お、キョンシー君の推しキャラ登場か。このキャラクター今は何も装備していない状態だ。その場合進める移動距離は4マスとなる。ここでだ、この移動距離がアップするスリッパを装備すると。スリッパってしかも3足も装備するの？すると、あら不思議、移動距離が7マスになるのだ。移動距離が長くなると遠くの敵まですぐに近づけるから、これはすごく重要だね。うん、分かってきたじゃないかキョンシー君。アイテムはアイテムの中に存在するアイテム界と呼ばれるダンジョンをクリアすることで、その能力がさらに強化されるのだ。よく覚えておくよ。ナイスフォローありがとうございます校長。いい加減こっちに入ってくればいいのに。さらにこのアイテム界、強力なアイテムほどアイテム界の敵が強くなる。だから不用意にアイテム界に入ってしまったら全滅してしまうぞ。もはや我慢できなくなっちゃってるじゃん。さあさあ気を取り直して次のページに行くぞ。さあここからはディスガイア7からの新システム、アイテム転生を語っていこう。アイテム転生？アイテムが進化する感じかな。惜しい、でもちょっと違うんだなキョンシー君。さっきは移動距離がアップするスリッパを紹介したが、移動距離だけじゃなく攻撃力や防御力など他のステータスもアップすることができたら便利だと思わないか？そんなことできるの？それができるのがアイテム転生だ。例えばこの攻撃力がアップするベルト、アイテム転生でこの強そうな槍に転生させると、攻撃力アップの効果を引き継いだ槍が出来上がるのだ。前のアイテムのいいとこ取りができるって超いいじゃん。さらにこのアイテム転生、何度も繰り返すことができるので、こんなことが可能になるのだ。ダン！一見普通のこのメガネ、移動力をアップさせたいので靴に転生させて命中率が上がる靴に。さらに強い武器を使いたいと今度は槍に転生、命中率と移動力がアップする槍に。さらにさらに、やっぱり剣が使いたいと転生。こうやってアイテム転生をどんどん繰り返すことで命中率と移動力がアップし、しかも槍技が使える剣が爆誕したのだ。何でもありもここまで来ると清々しいよね。ちなみにこの食べ物アイテムのチョコを転生してかっこいい剣に転生させると、食べられる剣も作れちゃうのだ。チョコから剣、チョコ剣。尋常に
剣だから必殺技も使えるし、チョコの特性を引き継いでいるから、なんと食べられるのだ。極限じゃないか。しかも回復してる。常識にとらわれない組み合わせで最強のアイテムを作り出せるのだ。そういうことだ、キョンシー君。アイテム転生を繰り返すことで自分だけのアイテムを作り出すことができる。さすがディスガイアの新システムは一味も二味も違うんだよな。そうだね。ところでアーチャー先生、この授業のどこに足が速くなるヒントがあるのかな。まだわからないのか、キョンシー君。すごいアイテムを装備すればすごい効果を得られる。だからキョンシー君、足が速くなりたかったらすごい運動靴を履こう。じゃあ先生、現実とゲームは違うんだもんけ。てりゃ続けよう。魔界戦記ディスガイア7、2023年1月26日発売予定なのだ。買うのだ。